皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2022年9月12日月曜日、今日の崇波の言葉は健康に長生きする波動仲間。健康に長生きする波動仲間。そして今日の BGM は西村直樹の世界の平和と鎮魂の旅、世界88カ所第2次音楽巡礼の旅の各地を訪れた曲を収めた Peace Forever 2。この中から広島と宮島がユネスコ世界遺産に認定されて5周年の年、国宝高舞台、宮島の国宝高舞台の上でコンサートを依頼されました。今日はこのそのために作りましたアルバム組曲宮島神々との語らいの中から2選をお送りしています。ユネスコ世界遺産の音楽を担当したご縁でもあります。ぜひ手に取ってじっくりと楽しんでいただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。